自宅の時間が増えたので、ちょっと一人の時間を作りたいっていうのね。なるほどね。ああ、趣味もうご自宅でどんだけ気持ちよく過ごそうかなっていうのが一つのこう定番になってますよね。そうですね。ね。はい、こんにちは。こんにちは、インテリアの話の時間です。今日はですね、上野と福島で。はい。じゃあ二人でですね、はい、今日はお送りさせていただくんですが、今日は有明ショールームなんですよ。はい、まあやっぱりね、相変わらず広いで。広いです。ということでですね、今日はあのラウンジチェアをねご紹介させていただくんですけど、はい、あのいろいろですね、あのリクエストなどございましたらですね、ぜひあのコメント欄にいただければですね、はい、できる限りのことであのご要望にお答えしたいというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい。でね、ラウンジチェアなんだけど、どういうものなの、ラウンジチェアって。ラウンジチェアよくカフェとかでも置いてあると思うんですけども、うん、一人掛けでこうゆっあ、そういうことか。あの、はい、ソファーのカチッとした大きい一人掛けっていうよりはちょっとコンパクトで、もう一人でこう、あ、そういうことな、極上の一人空間だ。そうです、そういうものか。はい。あ、でもね、そういうものをお選びに来る方多いんじゃないの。多いですね。ね、はい、だいぶね外に出る方が多くなりましたけど、はい、そうは言ってもやっぱりあのご自宅でずっと長くね、はい、あのいらっしゃった方が多くて、もうご自宅でどんだけ気持ちよく過ごそうかなっていうのが一つのこう定番になってますよね。そうですね。ね、はい、だからやっぱりいらっしゃるでしょ、あのラウンジチェアとか一人掛けのお椅子を探してるんだけどとかっていうこと。そうです。自宅の時間が増えたので、ちょっと一人の時間を作りたいっていうのね。なるほどね。あ、趣味や、ね、趣味をしたりとかね、あと一人でなんか物を考えたりとかね、はい、本読んだりとか、はい、あ、じゃあ早速、はい、こちらオプティオ、うん、デザインがいい、はい、コンパクト、コンパクトです。うん、これはなんかね、存在感もそんなに大きくなくて、はい、なんかいいかな。座り心地でやっぱり定評のあるメーカーさんのものですね。あ、そうなの。ソファーのブランドさん。そうです、ソファーで人気でして、うん、やっぱその背もたれと座面でやっぱりその異なるウレタンを入れてますので。え、向けて背中と、背中と座面のウレタンの密度が違う。密度が、はい、薄いものと濃いもの と、 あ、そういうこと。やっぱりそのバランスよく、薄いものと濃いって何。濃いって密度が濃くなります、ね、あ、密度が濃いってことね。固めのハードウレタンですね。あ、そういうこと言ってるのか。はい、ははは、が、あの異なるウレタンをこう入れてますので、うん、座った時にかなり気持ちいいです。なるほど、ね、ちょっと座ってもいい。はい。あ、ちょっとハードめですよね。ぐーっと下がり込まないから、はい、本読んだり、うん、何かこうパソコンしたりとか、これすごいいいね。はい、座面はハードして、背もたれがちょっとソフトめにしてるんですよ、うん、しかもね、角度がついてるのな、はい、外側に、はい、だからすごい気持ちいいよ。生地もいいね。そうですね、ファブリックもかなりやられてる、すごい生地もいい。あとやっぱりこれ職人がいいんでしょう、やっぱり貼り方がすごい綺麗だ。綺麗ですよね。あ、すごい綺麗、はい、でこれテーブルがあるけど、これは何。そう、これ同じシリーズの PC テーブル。ちょっといや教えて、はい、横に軽いの。軽いです、ね、あ、じゃあもうどこでも、はい、あ、こうやってできるのか。乗せちゃって、ノートパソコンとかを持ってきちゃって、できるわけで、本読んだりとか。そういうの読んじゃって、あ、でちょっと趣味の何かやったりとか、はい、あ、これいいじゃん。アンティーク時計のこうリューズ巻いたりとか、ね、ああ、そう、いいですね。いいじゃない、はい、そういうことか、はい、あ、これ足も抜けてるしな。抜けてますので、こういうのね、気が利いてんだよ、こういうの、ね、はい、なかなかないのよ、探すと。ですよね、いいのが、はい、これはいいんじゃない。でデザインもスチールの足で綺麗です。いい。でこれ生地もいろんな色で貼れるの、ね、はい、あ、そういうことができるわけだ。これはいいな。軽食だったらいいじゃん。そうですね、朝食とか軽食とかお菓子食べる時でも全然いい。こういう感じでファーストクラスごっこができるですね。ファーストクラス、はい、ちょっとすいませんとか、はい、できるでしょ。できます。できない。できます。できるでしょ、はい、ね、ほら、できるんだこれ。いいよね。福島さん、じゃあ次2つ目だよね。はい、2つ目はどれですか。2つ目はこちら。ああ、これがファブリカって書いてあるけど、これはね、動画で上げさせていただいてるね。そうです ね、 YouTube で何回か。新しいシリーズだよね。はい、ドイツのね。そうですね、はい、ということで、これがそのファブリカの中の一人掛け。一人掛けです。あ、まあ、ラウンジチェアか。そうです。ちょっとこれ特徴はどうなの。美しい、可愛らしい、可愛、うん、らしい、可愛らしいフォルム、うん、とても可愛らしい、ね、はい、うん、いいと思います。回るの、はい、これが最大の特徴ですね。あ、なるほどね。ちょっと座らせて、はい、あ、これもやっぱり角度がついてるから気持ちいいな、うん、さっきのよりもうちょっとふっくらしてますね、うん、ちょっとソファに近いような。うん、そうだね、はい、これはちょっとふっくらだね、はい、あ、これいいじゃないですか。ま、あ、回る回るといいと思う、うん、はい、これずっと回るの。いや、一周はしないです。一周しないの、はい、あ、そう、はい、でここにこれ照明とかがね、これ演出で置いてあるけど、はい、おしゃれね、これおしゃれですね。いいでしょこれ。でこういう一人掛けのところの横にやっぱり一つスタンドライトがあると素敵ですよね。こういう極上空間だよね、はい、あれが何、同じモデルで色が違うんだ。ハリジを描いてるだけですね。でもだいぶイメージが違うね、やっぱりね、はい、こうやってね、ハリジが変わるとね、あ、はい、これはこれでちょっとモダン、あ、ざっくりしたんだ生地が。そうです、ちょっとざっくりした固めの生地。これおしゃれ。これに、ね、クッションついてるの。あ、クッション別売りなんです。別売りなんだけど、はい、こういう同じ共の布でできる、はい、作ることもできます。でさっきのもうそういうことができる、はい、これもおしゃれだな。ちょっとこれも座ってみようかな、はい、いい座っても。
まあ、あの、それと一緒だよ。そうです、ね、でもなんかこう締まってるね、色が、はい、濃いからね。あ、これはこれでいいかもしれない、アクセントになるな。あ、いい、ね、なんでこういう一人掛けの時に好きなお色味とか入れていただくと、あ、そういうことか、楽しみが増えます、ね、あまり大きいものじゃなくて一人掛けのこのぐらいで好きな色を、はい、アクセントで入れる、ね、アクセントで入れるっていうのもいいと思います。なるほどね、わ、はい、かりました。じゃあこれが2つ目2つ目、ファブリカ、ファブリカ、ね、0434っていうし、あ、そういう数字の番号がついてるのね。はい、わ、はい、かりました。はい、はい、じゃあ今度は3つ目、3つ目、はい、これはどうなの。これはサンドラっていう、サンドラ、あ、でもおしゃれだね、はい、艶っぽいよね、はい、ね、とってもね、色気がありますよね、このブランドはね、はい、昔からね、フランスのブランドでしょ、フランスね、そうですよね、はい、ラウンジチェアっていうより一人用でこうゆったりした質、はい、エレガントね、はい、もう本当にこう趣味性が強い、こう趣味の時間を大事にしたい、ね、一人の時間を大事にしたい、はい、ね、そういう感じだね。こういうところのさ、なんか縫製の仕方とかがおしゃれだよね、キルティングやっぱりこれは、おしゃれおしゃれ、生地もいいな、はい、特徴的ですね、うん、まあ、色はいろいろね、はい、あるもんね、選べます、ね、うん、なるほど、はい、じゃあちょっと座ってみましょう。ぜひ座って、さっきのイメージとし、あ、全然違う、違います、ね、全然違う、もう手足も動かしたくない感じ、はい、大きいお餅に座ってるみたいだよ、はい、本当に気持ちいい、作りたての食パンに座ってる、あ、いい、その感じ、いい表現ですだろ、はい、あ、しかも一斤、一斤の、あ、一斤の、そう、はい、こういう感じだよ、はい、気持ちいい、あ、気持ちいいね、これ人気あるでしょ、これ人気あります、そうだよね、はい、これね、あ、こういう感じか、いいね、じゃあちょっと次も座らせてください、はい、どうでしょう、ありますね、はい、あ、もうこれ後ろ姿だけ見たら分かる、もう、もうここのブランドのだったら代表的なものでしょ、代表作ですね、東吾、東吾です、あ、これまた、はい、雑誌とかそういうところにもいっぱい出てるし、あ、よく載ってますね、あと ご自宅拝見とかそういうところにも、はい、よく置いてあるよね、あ、はい、あ、これはもう座り心地は知ってますよ、はい、これはもう昔からのもう大ロングセラーでしょ、はい、やっぱり分かるよね、何十年にもわたって人気があるっていうのは、はい、これも生地がいっぱいいろいろのもあるからね、はい、あ、だから、ね、背中がね、こうグッとこう宇宙船とかに乗ってる感じかな、はい、背中を曲げてくれるさ、押してる、ね、うん、あ、これいいわ、これも極上な空間だな、で座面もかなり低めに作ってます、ね、うん、はい、いいんじゃない、あの目線も低いしね、はい、うん、そういう意味じゃね、あ、いいと思いますね、こういうのがいいね、一つ置いてあったらね、一つあると本当いいですよね、あ、これはまた大ぶりだね、はい、これリンゾゼなのね、はい、ロゼカランっていう、ロゼカラン、フランス語で、まあ、かわいい、あ、かわいいらしいとか、あ、そういう、そういった意味合いなんですけど、カランっていうのは、はい、あ、なるほどね、あ、ちょっと大ぶりだけど、はい、なんかこれはこれで気持ち大きい座布団に座ってる感じ、あ、そうですね、なんかそういう感じ、はい、でこれ特徴はどうなの、これがですね、リクライニング機能がちょっとついてて、あ、リクライニングついてるの、はい、あ、ちょっと教えて、はい、これ12段階本当に細かく変えられます。そんな変えられる、あ、手でやるの、そうです、手でこう1回最大まで押してあげていただくと下がりますので、どこまでいっちゃうの、あ、フラットになるの、はい、いや、フラット一応この状態で寝ていただくこともできますし、ちょっとお昼寝用でもできるんだ、はい、でちょっとこう上げていただく、これでも大丈夫です、ああ、これで止まるの、はい、あ、止まってます、あ、こういう感じか、はい、あ、これこれでいいな、はい、で本当に細かいので、あ、じゃあもうちょっと上げて、はい、あ、このぐらいでもいいかも、はい、あ、これはちょっとなんか物をこう考え事したりするときにいいね、ですね、なんでそれぞれその環境とかその人によってそういうこといい位置を決めていただけると、じゃあもう一回上げてみて、もう一番上げると思う、はい、一番上げると思う、ここまで、これですね、あ、これ、はい、あ、これかなり立ってるわ、はい、でこの時テレビとか読書するときにはこのぐらいの高さ、あ、そうだよね、はい、でなんかテーブルとか持ってきてこう置いといてもいいもんね、はい、はい、いいね、はい、コンパクトで、でこうなんかラウンジチェアっていうイメージちょっとしてたんだけど、はいはい、ラウンジチェアってないんだけど、はい、ゆったりとしたりそれ掛けっていうのは、はい、ちょっと選択肢なかったけどいいね、いいですよね、あります、うん、このあるといいね、あ、なるほどね、一人掛けのゆったりとしたソファーとか、はい、ラウンジチェアっていう振りで5つ、はい、5つね、ご紹介させていただいたんですけど、はい、あの多分生地違いとか、はい、一人掛けじゃなくてそれの長いのはないのとかっていう方もいらっしゃると思うんですね、はい、でそういうことはなかなか足を運びづらいっていう方はどういうことで教えて差し上げられるの、はい、あとお電話、お電話、はい、LINE、ズーム、はい、他のショールームにもこうやって展開してらっしゃるの、してます、はい、そうですか、で同じものがあるかどうかわからないんでそれはお問い合わせください、そうなんです、それだけはちょっと1回1本入れていただければ、なるほどね、はい、はい、ということでですね、お気に入りいただいた方はですね、ぜひあのグッドボタンとそれからチャンネル登録、こちらの方よろしくお願いしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。